体重は熊本県山鹿市出身で九十部屋に所属した元大相撲力士。本名は柿内大樹、愛称は大樹。身長1 8 1トル体重1 3 7ラム血液型は大型。特異種は月、推し。最高位は西前頭6枚目。九州学院中学校時代は柔道部に所属していたため、相撲経験は わずかしかなかった。九十親方を紹介され、九十部屋に入門した。入門するまでは、師匠の現役時代の異業についてほとんど知らなかったという。1999年3月場所に初土俵を踏んだ。同期生には、若麒麟、若アラオス、キリンの若らがいる。このうち、同時期に番付を上げていった若麒麟とは特に、信仰が深かった。 気風の良い月押し相撲で着実に番付を上げていき、初土俵から2年半で幕下まで番付を上げた。2003年7月場所には初めて幕下上位に番付を上げたが、7000前敗と跳ね返されてしまった。しかしこの経験が良い方向に向かい、翌年には幕下上位でも勝ち越せるようになった。2005年1月場所には、東幕下4枚目まで番付を上げ、 七戦全勝で幕下優勝を果たし、翌三月場所には重量に昇進した。しかし、場所前の稽古で朝昇龍に釣り落とされ、さらに雨戸の稽古で左ふくらはぎを故障。場所中にも右足関節を故障し途中休場を余儀なくされた。翌五月場所を強行出場し、一場所で重量に復帰したが、足の調子が万全でなかったため星が伸びず、 再び幕下に陥落した。その後2006年3月場所を全休し、幕下界へ番付を落としたが、5月場所は初日から5連勝と絶好調で優勝争いにも参加して勝ち越した。以降も勝ち越しを続け、2007年3月場所では西幕下筆頭で4勝3敗と勝ち越し、5月場所では重量に復帰した。その5月場所は下に、 番付のない東十両14枚目で7勝8敗と、負け越し、7月場所は、再び幕下に陥落することが濃厚と思われて、板が西十両14枚目に止まり、今度は9勝6敗と十両で初めて勝ち越した。自己最高位となった、9月場所も9勝6敗と2場所を連続で勝ち越した。11月場所では東十両5枚目で、8勝7敗の成績だったが、 場所前日会が引退したため、空白となった番付や、幕内と重量の入れ替えの人数等の考慮により、運が良ければ、次の初場所では、新入幕という可能性もあった。しかし結果は東重量2枚目に落ち着き、入幕は叶わなかった。2008年1月場所では、負け越し、新入幕への道は振り出しに戻った。3月場所も腕の怪我のため5勝10敗に終わり、 5月場所では東重量11枚目まで番付を落としたが13勝2敗で重量優勝を果たし7月場所で新入幕その7月場所では10日目に右腕を痛めたが8勝7敗となんとか勝ち越しを決めたその後は幕内に定着しており2009年5月場所では最高位の6枚目まで番付を上げたが4日目の稀勢の里戦で敗れた際に右膝を痛めて 途中救助し重量に転落、以降幕内へ戻ることはなかった。引退後はいくつかの仕事に就いたが、いずれも思い通りにならず、2017年1月場所、前の報道では、故郷の熊本県山賀市に戻り農業に取り組んでいることが伝えられた。2016年12月に友人と共に会社を設立し、2017年2月から、 大麦若葉の生産を始めると報じられた。大麻取締法違反の容疑で和歌の方が逮捕された後に行われ、元幕内の露法、白露さんだが陽性反応を示した2008年9月の日本相撲協会による抜き打ちの薬物検査で対象となった関取70人のうち唯一欠席した力士だった。2010年に起きた大相撲野球賭博問題では、 野球賭博に関わったとされ、特別調査委員会から名古屋場所での近親救助を勧告され、相撲協会もそれを受け入れていた。これにより2010年7月場所を救助し、翌9月場所は大きく番付を下げ幕下に陥落した。さらに2011年2月、野球賭博に関する警察の捜査で他の力士とメールで800兆の相談をしていた疑惑が浮上した。 千代白鵬は2月2日に行われた日本相撲協会の事情聴取で800兆を認めた。千代白鵬は相撲協会に対し引退届を出したが受理されていない。理由として、離れ込ま理事長は2月4日の記者会見で処罰の対象利益士なので、そうですか、はいわかりました、とはいかないと述べている。4月1日、相撲協会より、 出場停止2年の処分が下され、同時に出されていた引退届が受理されている。チヨ白鳳は、相撲協会の関係者、ファンの皆様に、大変ご迷惑をおかけして本当に申し訳ないと、コメントしている。大相撲ジャーナル2017年2月号101ページ、チヨ白鳳という人物ニャンブル好き薬物検査でも、スポーツニッポン、2011年2月5日閲覧、 朝日新聞2010年6月29日、千代白鵬ら3人、会を認めるイコール、国技の危機申告に引く大相撲八尾町疑惑。時事通信者。2011年2月4日閲覧。朝日新聞2011年2月5日この、問題における力士への最も重い処分は、引退勧告だが、千代白鵬は矢尾町を認めたため。 その分上場尺量されている朝日新聞2011年4月2日、飛行処防官、ギネスワールドレコーズ2254ページ、週刊実は2011年2月21日、右膝内側足腹靭体損傷により5日目から、途中休場。ありがとうございます。